もちょっと待ってたね。正直聞けたんだけど。今工事消えてました。あの暗黒王道のですね、横山です。ただいまですね、今日はタイトル通り、ちょっとまだ駅のね公共の場所なんで画像はこのまんまにしております。今日ね、なんか黒人のね、あの17歳の黒人に会いに来ました。サモティという名前のね男でございます。呼ばれたんでね、コールセンターが終わって即刻来ました。ちなみに八王子ちょっと雨降ってますね。あの悪口書かないでね、その差別的な用語ね、ここではね口にするのもはばかれるような差別的な用語をですねここで書かないでください。一応こっち、あ、全然違う、またこっちだと、あれ、このなんとか論法だとか、そのね、その苦々しい言葉をあのここでね、そのパコパコとピストンのように伝統するのやめてください。出口、あ、こっち、すごい分かりづらい。あ、遠かった、1時間半もかかったな、これ新小岩から、久々に八王子に来たわ。だから差別的な用語は書かないで、そのね、すいませんが、ちょっとまだ映像は出せ、先にトイレ行かせ、トイレ行きたいけど、ここ本当複雑だな、八王子って。八王子っていうと、ゆいがさんが住んでたところですね、過去に。八王子っていうと、ゆいがさんが住んでて、ティロフィナーレ香川と、ね、対面在をしたという伝説の地域でございます。そうそう、東京の先っちょの方なんですよ。八王子、広いんだけどね、あ、こっちか。複雑だわ、ここ。かりんとうとかそういう、ちょっと、あ、トイレ行きたい。あ、あったあった、トイレあった。ちょっと、今、ちょっと小船場もね、一応、今日、いるんで、ちょっと、小船場君に、渡すんで、そんな間にトイレ行きたいです。ないです。トイレ行きたい。いや、来たいと言うから、まあ別にいいよって言って、自腹だけどいいよって言って。めっちゃね、俺はサモティと会いに来たんだけど、話があるって言うから、目白くんとか来ません。あった。じゃあちょっとトイレ入れてくるから、お船場にタッチ。すみません、今ね、つけますよ。どうも、ありがとうございます。お久しぶりです。八王子の皆さん、ナチゴロンって筋肉前でできた雑魚キャラだよ。
一応皆さんね、相手17歳なんで一応配慮のあるコメントでしてください。あの大人だったらまだわかるけど、あのアイクさんだとか、あとね関フリーダムみたいな方だったらまだ冗談通じるけど、一応ねあのまだ未成年っていうことなんで、そのドジなんとかだとか、あとあのロンボだとかコロンボとかだとか、あとカリン島とか、そういうその 今しか書けないけど、もうやめてねマジで、そこはあのそういうあのなんかひどい悪口、ナチグロンとかそういう変なあのあまりあのねホッテントットとかそういう差別用語、ホッテントットって、北口に行こう、間違え、北口にいるんだけど、北口今だけだよ、チョコボールって茶色いだろ、うん、茶色いだろ、どこだ、ここら辺多分ね、すぐ分かると思うんだけどな、多分すぐ分かると思うけど、ここどこにおるんだ、まあここで待ち合わせしてんだけどまだおらんね、夜だからね、暗いんだよ、雨降ってる、暗いや、暗いって言ったんだよ、夜だから暗いって言ったんだよ、黒いなんて一言も言ってねえだろ、そんなあのね、今ポリコレの時代だからさ、そうやって言うといろいろね切り抜かれてね、カッサンみたいに今後出演できなくなる可能性だってあるんだから、差別用語でそこだけ切り抜かれて、悪質なやつらに切り抜かれて、ポリコレの時代だから、だってさあのディズニー映画だってなんかねえ、あのなんかあの髪の長いやつだって黒人にしただけで怒られてる時代だからさ、だからちょっと今待ってるんで、北口のあたりで待ってます、来たら教えてください、来たらあのちょっとね探す、あのちょっと待ってます、まああんまりちょっとまあ忙しいね、で明日旅部です、で明日が旅部で、泊まる予定です、で次の日も仕事です、だからねちょっとあの今週ちょっとあの配信まみれです、配信まみれです、はい、暇じゃない、忙しいんだよ、配信が固まって、あとねいろんなところからお誘いがあって忙しくなりそうですよ、ただね、俺とか時間ぴったり来たのにさ、海外の人ってのは時間にルーズなんですか、どこにいいんじゃん、あいつじゃない、あのなんかサバンナ、ちょっとあの A やめて、これ鬱陶しいから NG するから、あどうもこんにちは、はじめまして、あはい、サムティーの名前です、ね、あサムティー君、あはい、日本とカナダのサムティー、アイシージャイス、せっかくなの、帽子取って顔見せて、あ、はい、あ、君がサモティか、あ、はい、サモティです、あ何歳、今、17歳です、ね、17歳、はい、結構背高い、何センチ、身長僕170、170センチか、友達からずっと167って言われてるんですけど、はい、ほんと、じゃあ一緒にちょっと、ね、俺より、ね、ね、笑顔が素敵な男ですよ、あれっすね、すごい体大きいっすね、だって173だから、そうっすよ、思ったよりもすごい筋肉強いっすね、はい、じゃあなんかちょっとどっか、どっか、あ、はい、カラオケかどっか行こうか、はい、うん、せっかくだな、え、好きな配信者と嫌いな人いる、好きな配信者が、もちろんみどりさんで、うん、で嫌いな配信者、随化の、随化の、あ、随化のさんね、あのなんか今日は涼みに来ましたってなんかカバンの中でさ、はい、サングラスしてね、おのろけ野郎がね、はい、うん、何が随化のだよな、俺にさ
で、真中野のアカウント消せとか言ってさ、圧力かけやがってな。本当にさ、なんなんなの、顔も出せないんだったらさ、ちいち出しゃべんな。随役をオワコンにしたのはお前だぞこの野郎な。あの随役さんのオワコンぶりをさらに加速させたのはおめえだよな。なんかそう言ったらさ、裁判する裁判するって言ってさ、大概いるけどね、やろや、マジで。カラオケってあるなんか、ビッグエコ高いって聞いたの。なんか安いカラオケって。安いカラオケ、ね、なんか聞いてない。安いカラオケ。あったような、カラオケバンバンが確か。バンバン、あ、いいね、バンバン。はい。で、小船場も行くけど、あれ、小船場大丈夫。小船場健人までなんかどうしても来たいって言ってた。すごいですね、スーパーみたいに来る感じ。そうそうそう。いらっしゃるんですね。距離感、来るから。はい、そうですね。そうか、サモティまだ17歳だもんね。はい。うん、学生さんでしょ。あ、はい、専門高生で。あ、で、来年3年生。いや、もう受験生。あ、受験で大学かどうか行くの。あ、はい、一応大学行こうかなって。あ、大学行くんだ。はい。コメント欄も地獄すぎても、2秒くらいで閉じちゃいましたもん。え、2秒で分かったかな。すごい。どういうこと書くなっつってんだろう、この。すごいね、これ。やっぱりみんなね、珍しがってるからね、その、万波とか。ドジン大学って。いや、笑って。そんな大学あるわけ。いや、ドジン大学って、差別にも程があるよ、これ。ドジン大学って。面白いこと書くね。俺ね、弱いんだよ、もう。俺ダメなんだって、そういう、ブラックユーモアが。ブラックユーモアさ。ブラックユーモアだ、ちょっと聞くとね、俺ね、どうしてもなんか、自分に、性格良くないから笑っちゃうんだよ、時は。いえ、すみません。クロマティ高校。いや、どこにあるの。いや、ここって、もう、ちょっと気づいたらあってどうだ。あるんだ。カラオケ行こう、カラオケ。銃声の音がカーンと今聞こえたけど、そうっすね、これ治安悪いの。はい、僕の近所今なんか動物と発行してから変なおじさんがいて、そうなんだ、ちょっと配信の調整じゃないかって、はい、まあ、ね、あ、どこにあるの、なんかこれあいつね、カラオケはあれ、カラオケの、あ、ここじゃん、ここ、あ、すいません、招き猫ってどこですか、まあ、この6階になります。あ、6階、はい、じゃあ、2名って大丈夫ですか。はい、大丈夫です。 OK、 あ、3名か、3人で。なんかバイトかなんかやってるの。いや、バイトに関して1ヶ月でクビになりました。なんで。いや、ちょっとあまりにもちょっと仕事が、なんか、スーパーの清掃のバイトだったんですけど、なんか、油こぼすぎて、それでちょっと普通にということで、はい、ブラックポーションに行くんですけど、6回です。どうすかね。すいません、お待たせしました。あ、もう一人来るんで3人で、3名様、はい、ご利用したの決まりですか。多分1時間ぐらい、はい、予定で。カラオケの機種、ダムかジョイサウンドご希望はございますか。どっちがいいですか。いや、わかんない、そういうの。じゃあ、ジョムで。ジョム、ジョイサウンド。あ、ジョイサウンドで。ジョイサウンド。しかもすごいっす。ホテルの鑑賞はお持ちでしょうか。いや、ございません、はい。フリーでお願いしていいですか。フリータイムで。あ、じゃあ、会員書っているんですか。初めての。一応会員登録していただくと、こちらの、はい、あ、いや、会員登録なしで、なしで、そうしますと、こちらの料金に30分110円になります。あ、結構です、はい、大丈夫です。身分証明書。あ、僕の、身分証で全員義務なんですかね。1名様で大丈夫です。あ、はい、お疲れします。お名前と生年月日いただきたいと思います。久保田というのは写真に保険の方に電で久保田で、で、32で囲いに子供って書いて学校の学で学部です、はい、で1977
0925。はい、はい、電話番号をお伺いしてもよろしいですか。080-2984、はい、0110です。ありがとうございます。こちら該当する箇所タッチお願いします。高校生はいるね。でかお酒は飲まない。確認。あ、承諾承諾、はい、ありがとうございます。俺と何歳離れてるんですよ。え、これ40、45、45、17、30、30近く、多分離れてるんですよ、うん、はい、家族内に、うん、お待たせになるんですが、単品のご注文とドリンクバーどちらになさいますか。どっちか得かな。じゃあ2杯以上飲まれるようでしたらドリンクバーが多いですね。じゃあドリバーで、ドリンクバーで110円でソフトクリームをつけてきますが、いかがなさいますか。いいですね。いや、今大丈夫です。ご利用のお客様いらっしゃいましたら、直接お部屋にはまずフロントに寄っていただきます。はい、715室上の階になります。ゆっくりどうぞ。じゃあ、はい、ドリンクを持ってこう。はい、じゃあドリバーちょっと。ドリバー。何かな。コーラとかないかな。あ、コーラありましたよ。じゃあコーラ。何を飲みたいの。僕今ダイエットしてるんですけど、ウーロン茶。あ、ウーロン茶いいです。はい。じゃあ俺も。あ、はい。好きなものは何。好きなものですか。うん。あれよくでもピプシのゼロカロリーさんがずっと飲んでますね、なんか配信中も。え、何飲んでる。ピプシのゼロカロリーの。ああ、はい、はい、健康なんだ、はい、あ、はい、これからは、うん、健康志向、はい、健康志向で。え、どこだ。え、なんかすぐ突き当たり来ちゃいましたね。あれ上の階どうやってたんだ。いや、これスタートみたいな。そうだ、どこだ。いや、うん、いや、僕すぐ分かんない。前回15歳の女の子にセッティングしまったんで、全部15歳あ、はい、この前、セガイちゃんっていう15歳の配信者の人とカラオケコラボして、その時もこれどうやって消すんだ、これね、誰かリスナーさん、この歌う、このうるせえんだけど、これ設定がないっすかな、設定がみたいな設定って、なんカラオケ興味なくてさ。いや、僕もないんですよ、普通に、地元のツイート行くときだけなんで、カラオケ。これ誰かリスナーさん分かる、この音の消し方。一緒になんか、ガイガイガイ募集したらこれ消えたかな、じゃあ俺もそっち行くか、ちょっと練習に移ったから。あ、はい、電波は大丈夫かな。大丈夫ですか、うん、はい、じゃあ、改めましてね、じゃあまず簡単に自己紹介。あ、はい、サモティ17歳って名前でニコ生の方をさせてもらってるもので、日本とガーナっていう国のハーフです。日本とハーフのガーナね。あ、はい、ガーナって国でのハーフです。ガーナってアフリカにあるぞ。はい、アフリカの、はい、カカオとかチョコレートとかに有名。あ、はい、じゃあお疲れ。あ、はい、乾杯、うん、ガーナチョコ、はい、が有名なところだよね、はい、そうですね。そうだね、ガーナって言ったら結構大きい国だよな。そこで、ね、お母さんがガーナ。いや、父親があのガーナで。あ、日本で お母さんが日本に行くと。あ、はい、そうです。すごいペラペラだね。どっから、もう最初から日本だ。いや、僕山の島まれなんで、そもそも17年間日本から出たことないっすよ。あ、ないんだ。あ、はい。ああ、そうかそうか。バナナ、まあまあまあ、ちょっといろんな言葉があるけど、それは気にしなくていいかな。そのバナナ
まあ、そうですね、一応ガーナはバナナもあるんで、まあ、まあ、バナナ緑色のバナナがあるんですよ、なんか、うん、あ、そう、あるのね、はい、ね、そうですね、そうそう、今、あ、ちょっと冷房つけるか、そうですね、なんか暑いのね、で、今日なんかご相談があるって言ったから、まあ、ちょっと来た、あ、はい、何があったの、あ、あの今度あの来週、あの公式 の歌枠があって、うん、それにあの対抗してというか、あの公式裏歌枠っていう企画 やりたくて、うん、でそれでちょっとあのと今のところのメンツが、うん、僕と、うん、ゾックンさんと、ゾックンさんって人と、はい、あとヤブさんと、うん、あのあのホームレスのヤブね、はい、はい、ホームレスの方と、うん、あと、あとメジロさん、うん、とあと小倉さんのメンツなんですよ、地獄みたいなメンツだな、地獄というか、はい、すごい個性的なメンツが集まったんですけど、うん、ちょっと、うん、まあやっぱり、はい、やっぱあの人員がやっぱり、はい、不足しているので、それ数字取れるの、一応保証はちょっとできないですね、え、男性だけなんだ、いや、女性の方もいたんですけど、うん、デカモンさんに関しては、まあやっぱり、まあ、メジロさんがいらっしゃるということで、まあ、あ、デカモンも来るって言ったけど、はい、メジロが来るということで、はい、辞退なされて、うん、で、世界ちゃんに関しては15歳なんで、ちょっと、うん、まあ、もしかに、まあ、ちょっと面倒くさい、まあ、そうだね、陰行来たらもう普通に責任取れないんで、ちょっと、あ、そうだ、ということで、確かに陰行事件がそこで起きたらね、はい、問題、でもそこの中でロリコンいないんでしょ、いや、やばいです、あ、いや、まあ、え、それで一回ちょっと一回炎上しちゃってるんで、うん、はい、一回メジロってコメント言ったらもう忘れて、奪い返っちゃって、メジロが、メジロがあるところに女ありって言われてるからね、そうなんですよ、メジロ、メジロはちょっと、はい、メジロメソドに引っかかる可能性もなきにしてもらってたから、はい、そうだね、それはしょうがないよね、ということで、ちょっとぜひちょっと緑さんにご協力の方をっていう、え、どんな協力ですか、俺はね、別にあいつ、表番組のさ、その歌枠っていうのは要は、はい、イベントでギフト投げられた連中だけしか得しないというさ、いつもながらのメンバーしかいなくて、俺嫌だよね、はい、そうなんですよ、うん、だからそいつらをギャフンと言わせるために、いや、そうなんですよ、本当に、うん、それはわかる、はい、だから全然協力はしたいなと思ってるし、しかもね、はい、そうやって17歳で自ら企画して、はい、今後引っ張っていくニコ生のさ、ね、あれとして、ね、黒 い、はい、黒いダイヤとしてさ、磨こうと思って、はい、黒いダイヤモンド、はい、うん、いいね、いだ、はい、それいいや、そのキャッチコピー、黒いダイヤモンドでいいじゃん、いや、それ橋本里奈ってグラビアで確かに一番やつだった、ね、みんなで言ったの、え、何言うのあったけど、はい、あ、そうなの、ちょっと、はい、あ、差別、あ、じゃあやめよう、それとポリコレ案件、すみません、じゃあまあ、でもさ、それでちゃんと考えてんだったら、俺もなんかできるんだったら協力することあるんで、あ、はい、やるよ、全然、うん、なんか別に審査員の歌がちょっと苦手だから、はい、うん、ね、まあだからまあその人が足りないの、何が足りないの、人をやっぱり人が足りてなくて、やっぱり、うん、ちょっとぜひちょっと久保さんにちょっと、あ、人集めて、そうなんですよ、ちょっと本当に、え、そ、歌うまいけど大チャンマンとか呼ばないの、いや、大チャンさんに関してはもう大体みんな、はい、もう NG なんで、はい、あ、大体みんな NG なの、大チャンマンさんに関しては、はい、僕も含めて、はい、そうなんで、え、そうなの、サモティも大カス嫌いなんだ、ちょ、数少ないちょっと、はい、ちょっと NG の方なんで、はい、え、何やらかしたのあいつ、僕の枠にちょっと5分近くずっとなんか名前入れてずっとなんかゴミみたいに連動されて、あー、いや、鬱陶しい、僕の枠に NG できないんで、ちょっとすっごい、うん、すっごい嫌な思いで、あ、それ嫌だね、はい、そんなにね、絡んだことないくせになんか名前入りで連動するって、そうなんです、しかもかそってるんで、それしかコメントがないんですよ、それ辛いわ、読めないんですよ、ずっとなんか、え、どんなこと書かれたの、シンプルに顔がブサイクとか、なんか、うん、その黒系は出てないですけど、シンプルにちょっと、シンプルに顔シンプルに黒一枚なんですよ、それはね、ひどいやつだな、そうなんですよ、じゃあ、はい、じゃあ大カスはとりあえず NG ってことで、はい、じゃあそれ以外でじゃあ誰かその、じゃあサモティの枠でやるんでしょ、これはもうサモティが自分で企画したら自分の枠でやった方がいいよ、あ、はい、うん、で、場所はどこでやるとか決まってるの、場所に関してはちょっとそれも言いたいんですけど、今、はい、来る名前の粘着されてたよ、なんかその一部に、いや、ちょっと名前すら出してないんですけど、うん、ちょ、粘着されてたら名前言ってたの来ちゃうんですよ、じゃあイニシャルだけ教えて、イニシャルですか、うん、あ、M、 M? 誰かリスナーで M がついてサモティに粘着してるやつ誰、うん、M の作り、いや、普通に過疎なんですけど、普通に、あ、過疎の人なんだ、はい、村子は来たら来てるよね、それはしょうがないでしょ、そんな粘着してないでしょ、いや、学ぶではないですね、はい、うん、そこに書いてある、あるこんな感じの名前、忍法さんは違いますね、普通に断られました、マリか、忍法に断られたの、え、忍法さんに関しては、はい、うん、行ったんですけど、うん、まあ、もちろん、ちょっと全然あれだったんで、ダメだったんですね、はい、え、忍法が NG って出したの、そうですね、じゃあ俺が今から聞いてみるか、何か、マリ、マロ、
マリオじゃないですね、うん、そんなやついないかな、ゲームなんで、うん、農園に帰れってすごいひどいことかね、なんて書いてある、農園に帰れってのは、農園に帰れ、あそこ、うん、すごいひどい、さっきからずっと小野町、小野町さん、小野町多いですね、女優なの鼻でっかい、鼻でっかいね、確かに、うん、あ、久保さん俺もでかいけど、はい、そうです、うん、なんか鼻でかいね、大きいですね、鼻でかいね、はい、まあ、配信でも、ね、どんくらいのペースやってる、いやでもちょっと前まで毎日やってたんですけど、うん、もう全然あれなんで、ここ最近ちょっと勉強もあるんで、勉強が受験時代かかってるんですよ、はい、受験生だもんな、うん、そうなんですね、そうか、でもじゃあ俺協力するよ、じゃあ、本当ですか、場所決まってる決まってないかも、ね、曲で場所が決まってるか決まってないかって、場所に関してはちょっと決まってないですよ、え、決まってないの、この残り1週間で、何曜日、ちょっと待って、土曜なんですよ、土曜日か、土曜日でちょっと場所が決まって、カラオケよりもでっかいスタジオ借りた方がいいかもしれない、ね、で、どういう企画やるかって決まってるの、例えばその、はい、そんだけ生の人集めるじゃん、で、はい、どういう流れでやってくるの、あ、どういう流れですか、だから大体だから公式と同じぐらいに、同じぐらいでタイムスケジュールというか、うん、それでやっていきたいなと思ってますね、あー、一人ずつだって点数出すっていう感じ、あ、はい、まあまあまあ、裏にかぶせてその表のつまらない歌を歌ってる連中をぶっ潰すっていう、はい、聞くからなんかもう悪口だらけで、そうっすね、どれチンポ見せるとつまりましかないですよ、本当だよな、そんなコメントしか書けないのか、これチンポ見せるのかね、え、そうっすね、これは、きや絶対盛り上がる、いや絶対盛り上がるとか盛り上がるっていいんだよ、かぶせてそれで対抗するって、この意思がね、ファイトが大事だから、ファイトが、そうですね、やっぱファイトしたいです、だって許せない人だっていつも決まったメンツがさ、ギフトでさ、そうなんですよね、僕ちょっと公式歌枠一応義務料規定で参加したんですけど、ちょっとサボっちゃって、うん、途中まで115位で最後90位でフィニッシュしちゃったんで、90位、そこの悔しさもやっぱありますね、はい、そりゃそうだよな、はい、そういう17歳だよ、まだ彼は、その中でまだ配信に関してさ、ね、なんでニコ生選んだの、カズはさ、ツイッチとかフワッチとかいろんなあるサイトで、いや、選んだ理由、いや普通にニコ生が一番好きだったんで、やっぱり、あ、そうか、はい、クボスさんとか、はい、ね、なるほどね、AV 男優でしょ、別に、AV 男優目指してるわけないんだからさ、あ、じゃ男優ではないです、男優志望ではないですね、はい、うん、いや、読めるコメントがなくなるのだんだんさ、これ、はい、ないっすね、うん、すっごいっすね、三つ目国を帰りで20センチ高、煮卵、煮卵、すごい、ひどいね、血も涙もないようなコメントが、そういうこと書くんだよ、ね、17歳の人に対して、おい、いい加減にしとけよ、本当にさっきからさ、悪口ばっかり書いてなあ、ドジンとかさ、おのまちょっとつながるセイロガン、すごいっすね、髪の毛チン毛出てきてるんですか、そういう、え、それ一番、ナムさん一番嫌なんですよ、本当だよ、なんでこんなことか、なんでその一番質悪いコメント、本当だよね、そのこなんで、いやでもそんだけやっぱりね、俺応援する、サボティを、俺サボティを応援する、ありがとうございます。全然自分の企画、土曜日？はい、土曜日です。あ、うん、あ、大丈夫ですか？土曜日は、本当、土曜日は、ね、まあ、何時から？夜、あ、大体、いや、一応、じゃ時間があるんで、やっぱ、まあ、1時くらいから、まあ、別に時間に関して全然、はい、書いて大丈夫です、もちろん。うん、昼ね、昼からね。はい。わかった。じゃあ、昼くらいから、じゃあ、とりあえず、今週、来週土曜日ね。あ、来週、はい。わかった。週土曜日ね、はい、った、いやデートとかじゃなくて、まあ、サモティ頑張ってるから、うん、はい、うん、サモティは童貞ですからって彼女いるの、いや彼女いたことないですね、あ、ないんだ、はい、いるの、いや彼女いたことないですね、あ、ないんだ、はい、あ、じゃあ完全にまだそのね、今までそういった出会いとかもないよね、ないですね、この前のコラボしたの以外で最後にしたの、あ、違うです、世界で、あ、世界で、あ、世界ちゃんとあれしたら以外で、うん、多分小5ぐらいですね、だから最後多分女子と多分遊んだ、遊んだよ、はい、
ゃあチーズ親方とかチーズバターさんに関してはコメントで18だったらまあしようねみたいな感じをマジでねあったんですけどもちょっと無視してしまったので、うん、それ以降特に何もないですね。じゃあ親方もう目つけてるじゃんねえ親方にもう目つけられたら一人前だよ。いやまあ一人前というかまあいや、はい、だって小船場なんて私に顔が似てるから NG って言って小船場は NG 区だと同族は NG なんですよ。そう同族、ね、そう同族は NG するんだよ。だからチーズに認められたら大したもんだな。すごいですね、チーズが取れてるんですね。そう、チーズで、ね、できるから。よし、じゃあ、そうか、来週土曜日に、じゃあ場所と、あと人数が足りないね、確かに。そうなんですよ。人数、もう一回説明して、今来たように説明すると、サモティと、小船場健人と、はい、矢部さん、はい、で、あと誰だっけ、ゾックンさん。ゾックンさんっていう人、俺知らないけど、あと、はい、あと、メジロさんです。メジロ、この5粒。のメンバーかな、はい、豪華メンバーで、はい、豪華メンバーというでもそれだとおそらく竹蘭30位にも入らない。30位はすごいですね。みんなコメントにも弱い。確かにね、目玉がいない。スペシャルゲストに小野町子呼んでやれ。小野町さんに関してはちょっとこの前なんかちょっと僕のせいで配信閉じてしまったみたいに、ね、なんかちょっとはい小野町はい、なんか迷惑かけちゃったみたいな、無理そうです、はい、メンツ弱い、俺も聞いてるけど、メンツ弱いわ、それは。いや、うん、そうなんですよ、ちょっとなんで、募集…そうなんですよね、ちょっと配信者でね、まあ、とりあえず、誘える人は、せいはホーキンゾーさんとかに関してはツイッターのリプの裏裏とやるから、来いよみたいなこと言ったんですけど、やっぱ無視で、そうですね、やっぱりゲンさんとかそったんですけど弱いな、確かにその男のメンツ。佐田がいるじゃん、佐田さんは佐田さんは向こうじゃない、あいつ公式じゃない。佐田さんに関しては僕の名前、うん、なんかサモティーカっていうコメントに聞いてな、僕の名前 NG したって言って、はい、これ本当ですか、リスナーさん関しては、はい、真実です。サモティーカって書かれて佐田さんが聞きすぎです、サモティのコメント NG したって本当なの。はい、そうです。ガチだってさ、いやそういう、それはね、巨人だけど本当にそうだ。大きいの身長だけ。いや身長高いし、ね、スポーツ得意そうじゃんかね、サモティ。あ、やったんですよ、サラさんじゃないですか、サモティ。あ、やっちゃった。いや僕でスポーツに関しては僕中学生は囲碁将棋部で、そうスポーツしたことないです。サッカー部とか野球とか得意そうじゃん。いやもう一切無理で、ハンドボール投げとかも普通に5メートルとかでしたし、クラス一番低くて。あ、そうなのか、はい。でも卒業して大学って何したの。何したい。ああいやまあ今のところはまあ普通にもうお笑い芸人とか。あ、お笑い芸人になりたいんだ。はい、ニコ生使って。あ、そうです、そうです、もちろんニコ生もそうなんですけど、はい、いいかなって。あ、もうお笑い好きなんだ、ね、じゃあお笑い、はい、好きなんで。え、好きな芸人とかコンビいる。多分分かんないと思うんですけど、まあ、アントニーさんとかもあるんですよ、ジャイアンさんとか。アントニーね、いたわそれ、はい。でも確かに言葉流暢でうまいからさ、いけるよ。でも日本語しか喋れないんで、はい、いや、いい、全然いい、はい、これはね、磨けばいい。英検落ちたんだ、はい。英検落ちたんだ。そうですね。じゃあちょっと俺もじゃあその土曜日の企画に合わせて、はい、カラオケできる人募集して、その場所だけ教えるんですよ。はい。うん、そこで分かり、広いそこのスタジオみたいなところ。スタジオ？スタジオというかやる場所って決まってないの？決まってない。カラオケでやろうと思ってたんですけど。カラオケで。いや無理ではないけど、相当広いところを借りるとなると、はい、一人で財力足りないじゃん、明らかに。そうですね。だから一人お金集めた方がいいよ。なんか一人1000円とか取って。じゃないと、持たんと思うよ、そんなに。あ、そうなんですか。だって、カラオケなんて高いじゃん、普通に。そうですね。お前が出すと俺、お金だけので、スポンサーじゃないになっちゃうから、そうすると。もうぜひ。まあ、別にお金ぐらい少しは協力するよね、お金もね、今バイトで行くの、お小遣い。いやもうお父さんのお小遣い。月いくらもらってるの。4000円です。4000円足りないじゃん、週4000円なんて絶対に。いや、今頑張って貯めて、今、たぶん、
確か5万とかまでは、はい、うん、ほとんどもお金使わないんで、はい、そう、最近買った高いものって何か。この前だとあのマックデリバリーでなんかバカ食いしたんで、うん、その時1000円ぐらい使ってることもマックスですね。そっか、今の高校生って4000なんか、お小遣い、俺知らなかった。はい、うん、俺もちょっと協力するよ、これは。一応俺ちゃんと働いてるっていうことだからさ、はい、いやもう全然だから募集、俺もツイッターとかで募集して、でメールに送ってもらって参加したいという人で、場所とか、はい、すみません、うん、ちゃんとやる、はい、協力する、はい、うん、ぜひじゃ あ, あの協力するんで、はい、ありがとうございます、ね、はい、じゃああれ、せっかくカラオケ来たんで、うん、じゃあ歌えない、なんか俺が歌聴いてあげるよ、カラオケ。あ、本当ですか。うん、歌えるの。じゃあリスナーさん、リクエスト曲ソング言って、サモティに歌ってほしい。俺歌あんまり詳しくないから。もしかしたら僕わかんないかもしれない、ちょっと世代が違うと思う。何歌ってるの。だいたいどの歌ですか。アフリカ民謡とかじゃなくて、ちょっと待って、コメントもね、アフリカ民謡、ラッツ&スター、シャネルズ、はい、うん、シャネルズとか、ジャングルクって、知るわけないよ、うらら、うららってわからないでしょ。あ、うらら、はるら。違う、はるらって言われた。なんすか、俺しかわかんないよ、もう。そっちは。あと何、ウィアン、ガーナ国家。ガーナ国家もいいっすね。松崎しげるにしろ、部族の。黒ばっかっすよ、さっきからなんか。ねえ、さっきから。だからそれじゃない、ブラックミュージック。ブラックミュージック、うん、いや、まあ、まず先の作った歌やさっき。俺わかんないから。あ、これ前音出るから喋っちゃう。どうすかね。あ、出る。はい。大丈夫そうですかね。俺の歌わかんないからさ。どうすかね、じゃあちょっと、ミスチルとかどうですか。わかんない。僕ミスターチルドレンでしょ。ミスターチルドレン。何の歌ミスターチルドレン。トゥモローネバーノーズ。サビ歌って。え、サビどうなるんです、つものなんとかっていう。果てしない愛の向こう船。みんな知ってるかなって俺分かんない。分かんないですか。本当分かんない。なんだと。だいぶ有名だと思うんですけど、うまいってか、すごい、コメってうまい、うまいって雰囲気出てる。あ、うまいんだ。みんな知ってる今の歌。知らないって言ってる。分かんないんですね。もっと知ってる歌、俺たちが。無事、じゃあリップスライムとかなの。リップスライム知らない、誰それ。なんか楽園ベイビーとかなんか全く分かんない。ちょだいぶ寄せに行ったんですけどね、あれ本当に分かんない、なんなんすか、ね、まあいや、でも好きな歌だっていう。あ、はい、うん、あ、はい、いいよ、ちょっと立った方がなんか、はい、立った気持ち入りやすいんで、そうだね、フォーエー入る、じゃ あサモティが歌う、はい、ミスターチルドレンです。傷に今日も痛みを抱き
夢中で駆け抜けるけれどもまた明日は見えず勝利も敗北もないまま孤独なレースは続いてく いい感じで、うん、なかなかそのねサビがビブラートが効いてていいと思う、うん、あすごいボリューム、はい、うん、ありがとうございます。でもねちょっとねマイクの使い方がちょっとそうですね、ま、なんかねダメっすよね、うん、ちょっとダメだね。なんかマイクのせいでせっかく声の質はいいのにかかわらずマイクのせいでハウっちゃってて、あそうですよね、うん、ああそうよくいいですよ、あれ、うん、ダメっすかね、うん、ちょ久保さんちょっと一曲俺歌ちょっとボケ。じゃあ俺一曲だけちょっとなんか。じゃあリスナーさん俺。しいです。もう本当あんまり歌苦手だけど、どうやってやるのこれ使い方わかんない。これ採点モードしようか。あはい。採点。これ何？予約できますか？ママレード。ママレードどうですか？ジャングルクローブ。うららうら。いややめとこう。もっとまともな高いのこれなんか。ママレードブル。沼っぽに外国人枠いいんだけどな。沼ではないもん、真面目だもん。今そうっすね、正味。真面目、学生さんだしね、あまり無茶させられない。そうっす、シャムさん怖いっすね、シャムさんとか忍法さんとか。ああ、そうか。はい。ママレードブル、じゃあママレードブル、どうやっても曲入れるの本当わかんないんだろ。うん、ここ戻るで、うん、で、これ消して。絵が、なんつう歌うか、ママレードブルって、まあ、レスポスで、コトス、あ笑顔に開いてる、あそうそうそう、ありました、笑顔に開いてる、映画、小船場もなんで来ないんだろうね、そうですね、ね、あいつの分払ってる、これか、払ってる、じゃあ俺一曲だけ、あはい、ちょっとぜひ聞いてみたいです、クマさんの曲、じゃあ持ってて、あはい、わかりました。これでいいの？あれも入ってるの？それ多分入ってますよ、ダンス。この曲に全国で29人参加。29人も来てるんですね。すごいっす。俺1番しか歌わないの？これどっち打つの？俺アニメとバンクだから。ああ、そうですか。昨日よりもずっと途切れた夢、二人の続きが知りたい。ああ神様、時間を止めてよ。教科書、制服、まだ髪乾かない。ああ助けて、リボンが切られない。あいつの夢見たせいよ。焦げかけのトーストをかじったら、なぜか不意に胸がときめいた。甘くて苦いママレーだから気になる。こんな気持ちはなぜ今一番。あいつの笑顔に会いたい。じゃあこれで点数すごいっすね、うん、すごい久々になったな。マリエ笑顔、サビの方がすごいっすね。じゃあ1番絶対だろ。なんで？30人中っすね。56点で、あれ半分以上いってんじゃん。すごいっすね。もうさあ、これす
そんな俺ヘッドアロやったの。結構ガチ歌ったよ。結構ふざけずにガチ歌ったんだよ。ちょっとじゃあサモティ歌ってよ。あ、はい、なんか逆に歌って。すいません、小船場健人はいつ来るんだよ。そうっすよね、お前のこと入ってんだ。選挙と同じって、選挙だと思う。ネムさんが植えた56点はしゃあないよね、こんなもん。いや、半分でも越してますもんね。半分越してるってことはいいことなの。僕が保育園の時歌った嵐とかもその分点数でしたもんね。なんか久保さん、どういう曲聴くんですか、じゃあ久保さん。俺アニソンばっかりです。アニメですね、うん。アニメソングでもいいよ。なんか好き。ハルヒって何？え？ラップとか歌えない。ラップって。あ、ラップですか？うん、ラップ。なんかこラップとか歌えない。ラップはもうある程度は。あ、じゃあ歌ってよ、ラップ。ラップですか、わかりました。うん。うん、ハルヒって。いや、あの山梨の方じゃないです。うん。ちょっと、サモティ君がね、17歳の歌う。はいはいはい。熱帯夜という歌です。俺は知らないけど、その歌、はい、歌ってもらいましょう。で、サモティ君で。熱帯夜です。あーね。あ、うん、あ、あ、これはヒップスマイル。ヒップスマイル。皆さん知ってます？俺は。街に火花散らすらしいこと Yeah, 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 バーサーの愛のバイブさっぷりとソニュー、このマイクを for you。 暗闇の温度は上昇中、部屋に渦巻く煙と CO2、 深く吐き捨て熱が捨て熱帯やらいかざせファイヤーライ。君といたいや仕事の時間じゃ行かなきゃいけないパーティーもリタイア。君といたいやなんか入れたいや絡まる足突き出させはダイヤ。止まぬいつまでも断ち切れないや、きっかけくれる君こそがダイヤ。バカかもね色ぼけのプレイ温かいや君の群れでねオーセナス熱帯夜。あなたなら私ならぶ燃え上がる愛のファイヤー。お前らならほれんなならげんホーテラス熱帯夜。あなたなら私ならぶ燃え上がる愛のファイヤー。お前らならほれんなならげん。コメントは辛辣で、お前見た目だけだからとか、ね、何年黒人やってきたんだとか、何年黒人やってきたのすごいです。なんてそこまで舞台を証明しよう。お、高っ81点。いや、大変進歩した。え、でもすごい、17すごいな。すごい、1017です。うまいじゃん。はい、いやすごい。わかった。まあ、こんな感じでことが、はい、分かった。大体、じゃサモティも出場するんですか、とりあえず。あ、もちろん、はい。わかったよ。よし。うん、じゃあ、まあ、あまりね、サモティをもう未成年だから、あまりね、お前何時ですか？もう21時過ぎてんだよ。おぉ、そうっすか。そう。だから、今週の土曜日ね、あ、来週ね。はい。1週間後か。あ、はい、そうです。1週間後にね。はい。分かった。うん、
じゃあ、そう、あまり俺がやつと店に連れましたから、ね、そうですね、すぐ書かれてました。あ、OK、じゃあ俺も企画して考えて、そんでサモテにあの人が集まるようにちゃんとやっとく。あ、はい、ぜひお願いしたいですね。ありがとうございます、本当に、うん、じゃあこれちょっとここは俺が出すわ。あ、はい、ありがとうございます。砂場があるね、あいつマジで、うん、真面目だからね、どこどこどこ降りるんだ、どっちから来たっけ、こっちかな、カラオケ代ぐらい出すよ。これどこやってるか全然わからないんだ。そう、ここやらですね、そのあんまり未成年だからね、連れ回すと何かあった時に、これこっちかな、でも、あ、階段があった、はい、うん、あ、すみません、ちょっと一人来なかったんですけどね、3人分ですから、一人なんか来なくて大丈夫です、2名です、はいはい、ペーペーって使いましたっけ、ペーペー大丈夫です、こちらでお願いします、はい、いや、ペーペー、はい、はい、ごめんなさい、ペーペーじゃなくてやっぱりあの現金で、はい、じゃあ了承ください、はい、少々お待ちください、はい、大丈夫です、しかコメントないですね。あ、いいよ、つまんないから。あ、じゃあな、これか、みんなもさ、まだ彼17歳なんだから、そうか、来た来た、これからなんだよ、これ何回押すんだ、これ1回1回ですね、1回か、はい、かわいそうなアフリカ人に飯を、これよくそんなことかけるな、お前。でも飯パンパンに牛丼食っちゃったんだよ。うん、そうなんですよ、ひどい、やっとみたらさ、はい、パンパンなんですよ、今、うん、ずっと八王子にいるの、いや、まあそうですね、だいたい、うん、もう6年ぐらいは、6年ぐらいか、はい、でも新しい配信ところですよ、探してね、自分でやってほしいけど、そうですね、アルナさん、うん、あ、ありがとうございます、これ駅どこだ、まっすぐ、駅こっちですね、あ、まっすぐ、はい、誕生日いつ、誕生日ですか、うん、誕生日9月です、あ、9月何日、いや、それちょっと俺も9月だから、9月です、25だから、あ、そうですか、うん、あ、そう、はい、もういっぱいもだってコメントが読めるわけねえだろ、こんなもん、そうですね、うん、うん、差別ばっかだもん、これよく人のさ、人種差別ができるな、ビザ確認しとけよ、何ビザって、いや、ビザ必要ないっすよ、うん、表情がわかるだろ、でもすごいあの優しい子だから、手のひらは普通に白いですよ、2000でいいよ、連投するんですか、それずっと連投したんだ、ずっとコンタクトね、ずっと連投してる、
緑を殴っていいよ。いや、力強いから勝てないよ。握力30ですよ。握力30。30なの？はい。女子さんだったのかな。はい。見えるだろう、明らかに。なんか顔の表情が見えんって書いてあるけど、見え、全然見えるけど、わざと買ってんの。いや、はい。うん、いや、もうでもまだね、彼女募集中なんだよ。まあ、はい、一応。どんな女性がタイプなの？どういう女性？女性で言うと。いや、でも静かな方が好きって。あ、静かな子ね。はい。うん、生主で言うと誰か、別に。あんま見ないの？生主だから、小畑さんとか好きですね。あ、小畑さんってあの人ね。はい。あ、いたな、その人。一番要件はもう済んだ。だから協力する、あの来週 の企画に裏でかぶすって。ちょっと8号とこういうやつなんで。何か言った？ YouTuber ってなんかする。ああ、YouTuber って言ったの。はい。はい、そうなんだ。何かあったら俺が守る。本当ですか？うん。まあ、まあ、絡まりやすい。よく絡まりやすいですね。いや、そうですね。普通に何中とか聞かれましたよ、なんか。何中とかよ。はい、ホルセンで奴隷としてやっ、奴隷？でも仕事まだ大学生で行くんだからいいんだよ。はい、奴隷ってひどい方やから。ひどいですよ。いや、だからこうやって書くからわざとね、こいつらは。気にしないとダメだよ。辛辣。辛辣。サムティのコメント、あの配信よりも辛辣なこと書いて、ほんで、仕立て上げよう。読むなときは、読まんと逆に失礼だろ。読んでも失礼だし、読まんでも逆にわざとそのコメントだけになってる。笑えねえよ。俺が悪いよ。本当俺が悪い。え？なんつったんよ。いや、なんでか、お前変で、なんか R さんの息子とか自分で読むの、そのコメント読んじゃダメ。あの、ファンプロ、うん、そうそうそう。ああ、なんかいるじゃん。なんで黒人なんだよって。知らないよ。よく言うの。ありましたね。いいや。傷つきました。俺も傷ついた。え、傷ついたのあれ。え、いや、なんか普通に、ひどいこと言いな、この人って思ってない。あ、そのパワプロで、その時の、はい、あのセリフ、はい、はい、すごいひどいなって、はい、ひどいなって、これはそうだ、はい、その頃から見てくれてたかな。そう、知り合い見るでもなったぐらいぐらいから見てくれてた。え、じゃあ中学生ぐらいから見てるんだ。いや、そうっすね、はい。あ、そんなぐらいから見てんだ、暗黒方法。はい、じゃあ加藤純一とかモコとかあそこら辺は見ないんですか？いや、その辺見ないっすね。雑談ばっかり見てるんだ。雑談はむしろ好きっすね、なんか。はい、そっか。緑の菅田だ。そう、これ17歳、まあ17歳。はい。まあ、だからこれからね、伸びる、あの、あれだと思う。はい。よし。バスユーハス。じゃあ、そろそろ駅について。小船場健人はどっか消えた。だから、この、彼から借りたこの自撮り棒は、持ってっちゃいます。だっていないもん。そうですね。うん、だって。行きましょう。はい。お願いします。じゃあこの辺で、俺ちょっとちょろちょろと配信やってから。あ、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあサモティまた、あの、はい、LINE で。あ、また LINE で、はい、ありがとうございました。すみません。はい、じゃあね、気をつけて。はい。ね、サモティ。でかいなあいつ。怖いよ。あれでね、なんかすごい優しいんだけど。あいつ腹黒くはないと思うよ。でもちょっとね、メンツが、あの彼の呼ぶメンツが弱すぎます。ねじろうと、ゾッコンっていう人と、小船場健人と、あと、サモティと、それだと勝てないでしょ。帰国するわけねえだろ、電車で帰国するわけないだろ。このつまらなさは肌の黒いサダイだろうって。やめろよ、サダさんの枠でサモティ以下って書いて、サダさんがガチ聞きしてサモティっていうキーワード NG にしたっていうさ、話す悲しかったよ。サダさん17歳に負けたっていう風にしてサモティっていうキーワード NG にするとかさ、何年配信やってんだよマジで。過疎に上がらうな。なん、いや、でも面白いと思うけどな。ちゃんと今、ちょっとまだ真面目だけどね、彼は。真面目だけどね。サダって言うじゃん。ね。小船場の悪い人、書かないで。ストーカー小船場を呼ぶな。いや、どっか行っちゃったもんだって。返そうと思ってんだけど。
何利用するの？じゃあもう俺も明日、あ、そう、明日早いからもう帰らないといけない。お腹空いたらもう何時だよ。もう何時だよ。21時半がちょうどいいから。小船場健人は八王子を愛してますよ、それ。トロピカル四角は愛が好きですよ。違うの？イノシシのゲーム配信か？やめてくださいよ。丸坊主にして、パチンコで4万2000円負けたアピールして、ね、いつもね、こんなご飯食べてますっていうさ、ツイッターにしか載っけれないさ、ハゲは。な、ネタがなくなるからって言って、クリリンって言われたいがために、髪の毛もね、全剃りしたさ、ハゲと一緒にしないで、ね、長時間やらないとね、あの人数と米が稼げないからね。ご自由にしてください。立川に、あ、でも立川の人からまた議員さんから誘われたわ、そういえば、この間。なんか立川の現職議員から、俺すごいね。だって普通さ、落選議員にさ、対してさ、また会いましょうとか言ってこないんだけど、なんか男のさ、そのね、議員さんが、ね、またその俺とさ、なんかね、飲み会セッティングしてくれるっつうからさ、ありがとうね。2000、笑いもんじゃないよ。明日のダビブはね、昼間の1時からスタートします。んでゲストに、フグちゃんと、ロリハゲスさんと、ロリハゲスさんと、フグちゃんと、あともう一人誰だったかな、シンジっていう配信者、シンジさんがいます。ロリハゲスタコスが改名した名前。タコスが改名してそれにした。で、今ちょっと揉めてて、俺ね、心霊スポット行きたくないんだよ、本当に。ガチで具合悪くなるし、俺連れてきやすくなるって大して知ってんのね。まあみんなにはあんま言わんけど、心霊スポット行きたいって言うんだけど、タコスが。で、俺はとフグちゃんは絶対嫌だって言ってんの。でも行きたいって言うんだけど、俺は嫌なの、本当に嫌なの。じゃあこれネタ抜きで嫌なの。マジで気分が悪くなって、息苦しくなるんだよ、そういうところに遊び半分で行くと。それ前回もねで咳も止まらんくなるし、そういうところ行くとあんまりね、信じてもらえないかもしれんけど、連れてきやすいというか、その取りつかれやすいって体質してるんだよ。だからちょっとそれは無理だよって言って、で、形で、フグちゃんも怖いから嫌だって言ってる。フグちゃんもなんか怖いでしょって言って、なんか言ってた。ラプンツェルさんは連絡取ったけど連絡つかんかった。アメダマさんは、連絡がついた。自殺したっていう話聞いて、連絡がつきまして、今、そっとしといてくださいって言われた。だから生きてることは言ってるけど、もうそっとしといてくださいって、なんか心になんか大きい穴が開いた、ぽっかりと穴が開いたみたいで、ちょっとまだ配信はやれるような状況じゃなさそうです。シケキノコもちなみにまだちょっと同じような状況で苦しんでる。オチェーナは連絡つかない。オチェーナ君は連絡つかない。生きてるわ、生きてはいた。だからみんなが死んだっていうから確認したけどさ、全然生きてます。はい、そんな感じですね。じゃあそろそろ帰ろうか。いや、俺別に誰とも絡む。よくさ、売れっ子配信者になるとさ、なんか絡まなくするじゃん。要は雑魚とか、そういうなんか自分がより格下だと思う配信者の人。なんか、ね、ブランド力を上げるためになんか有名な連中としか絡まないやついるじゃん、ヒカル君みたいに。俺そういうやつ嫌いなんですよ、ね、みんな平等に絡んでそこで面白い人たちを引き上げていけばいいのにさ、なんでさ有名配信者たちってさ、雑魚とは絡まずにそのトップの連中としか絡まないんだろうなって。そっから新しい原石見つけてさ光らせればいいじゃんな。目白の家にとってしろ、目白くんの家は行けません。迷惑かけたの。カッサーのことね、カッサーのこと全然答えてないよ。もう電車だから俺は行くよ。こっから遠いな、武蔵小山は。1時間かかる。1時間かかっちゃいます。また帰ったら配信やろうかな。やれたらやる。所詮ニコ生でしか配信人気ない。いいんだよニコ生で、だって楽しいところじゃんのが一番だよ、ニコニコ生と。
楽しいサイトでコメントが面白いところでやるのがいいじゃん。別にお金稼ぎにさ、村なんとかさんみたいに稼ぎに来てるわけじゃない、ないんだから、ね、じゃあこんな感じで緑山ちょっと待ってて、まだちょっと忙しいから、じゃあ一回俺はもう帰りますね。電車止まってるから、じゃあ、ね、じゃあ小船場の自撮り棒は、次来た時に返すから預かっとく、うん、お前が来なかったから、うん、あんでもう、やりますが、ちょっとですねあの入場料1万円が高いというお話があるんですけど、僕らに別に還元されませんから、2マップは2マップでやります。向こうのちょっと危ないですから、黄色い展示ブロックまでお下がりください。まYour attention, please. うん、上に忍法バンスの入れ、なんかやったのあるんですよ。忍法ってなんかやらかしてるの？なんか忍法やらかしたの？あの犯罪行為とかする人はうまくから脱退してもらいますけど、犯罪しない限りとかいいから、犯罪者は使えません。40万俺が持ってる。よし。ほんじゃあ、ね、来てくれた方ありがとうございました。八王子にサモティにあって、だから来週の土曜日に、カラオケの裏手でやるんで、もしね、あの出たいっていう人、ね、あの表番組の公式に負けたくなくて、裏で頑張りたいっていう人は、メールください。ヤフーメール。もしくは DM でもいいんで、横山みどり、みどりんピークでもいいんで。そうしたらサモティに教えて、で登録して、もう頑張ってみましょう。はい、じゃあそういうわけで、バーバー言うとりませんでしたので、さよなら。最後にお絵描き、まあいいよ、じゃあお絵描きやるとこは男性なんで、最後にね、コメントがかそるけど、お絵描きやります。ちょっと時間あるから、みんなお絵描き大好きだからね。チンポとか、なんかヘンテコリンな絵描かないので、それはもう採用してもボツに紹介もしません。よろしくお願いします。これが今日来たサボテという17歳の配信者の男です。あと、コスモジェットさんが今日飛び上げてた。これ、俺が15位って書かれてるじゃん。もうさ、このなんかニコラ生のさランキングみたいなやめたらね。だってこんなのさ、2位とか長時間やったらさ、誰でもさトップ5に行くんだもん。意味がないじゃん。頑張って配信やって人集めても、結局長時間やってるさ、中身の薄っぺらいさ長時間配信者がさランキング行くなんておかしいでしょ、どう見ても。さあ、サンジとかさ、イノシシとかオッタンとか、そこら辺のさ、なんか長時間ダラダラやってるやつらがさ、あれがニコニコの王って言われても納得できませんよ。そのさ、なんかねえ、Thank you.
この電車は中央線中央特快東京行きです。次は豊田です。お客様にお願いします。車内では携帯電話をまた運転手を入れました。車は東京行きです。東京行きです。The next station is Toyota JC21. Please take your mobile phone at the door. Get ready to talk on the phone. 誰こっち？誰？どっかで見たことある。これ誰？宮崎駿さんね。俺今日宮崎駿さんの最新作映画見たけど、途中で眠たくなるぐらい。ゲド戦記の面白かったよ、はっきり言って。本当にね、なんかセンスが枯れたっていうか、もうあれで最終回でいいです。最終回です。おそらくね、主人公はね、少女の進化ともエネルギーがなかったんだよね。